義か。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって半世紀、地球の周りには巨大なスペースコロニーが浮かび、ドカーン！てなわけで始まっちまった宇宙大戦争。ガンダムのことを話し出すと早口になっちゃうおじさんたちが大好きな一年戦争ってやつだ。ちなみに増えすぎた人間を宇宙に追いやって安穏としていたのが勝ち組地球連邦。そんな連邦にふざけんなって噛みついた負け組代表がジオン公国。当初はコロニーを地球に叩き落としたり、モビルスーツってイケてる新兵器で連邦をキャン言わせてたジオンだが、基本的には金持ち父さんと貧乏父さんの取っ組み合い。戦いは勝つだよ兄貴って、当のジオンのお偉いさんも言っていた通り、貧乏ジオンは敗北。国は解体され、連邦の言うことをハイハイ聞くしか脳がないジオン共和国って国が出来上がる。どっかで聞いたような話だろこれ。それじゃあ収まらないってんで、ジオン残党のリベンジは続くよどこまでも。でもこいつら暑苦しくて、このお姉さんは怖すぎてダメ、こいつは赤い彗星なのに黄色かったからダメ。じゃあってんでセルフパロディスレスレのこいつが出てきたけど、対するガンダムもなんかすげえことに。おいおい、これ別のアニメじゃないの？ところがどっくい、実は最初の頃から語られていたとんでもパワーニュータイプ、宇宙に出た人間は進化してより優れた新人類になるって説は宇宙移民者の間で大ブーム。はいはい、それじゃあ地球に残った僕らの立場ないよってんで、連邦はこれを全否定。しかし皮肉にもその連邦軍の中からこいつが現れ、こいつもこいつもこいつもってことで、ニュータイプが戦争の勝ち負けを左右することもあるって分かると、連邦も慌てて研究を開始。探すと見つからない、じゃあ作ればいいじゃんってノリで人工ニュータイプ強化人間が爆誕。ニュータイプとは何なのかよく分かんないで人間の心や体をいじくり回すもんだから事故だって起こる。ほらやっちゃった。しかもこの暴走事故を起こして行方をくらませたフェネクス、例のすげえことやらかしたユニコーンガンダムと同型機だったもんだから、連邦も我らがネオジオンもがぜん注目。問題の1号機と2号機は解体封印されたが、こいつを手に入れれば同じ力が手に入るんじゃねってことで争奪戦が始まった。フェネクスに秘められた力、それはニュータイプの謎を解き明かし人間に永遠の命を約束する。ておい、これやっぱ別のアニメなんじゃないの？各方面大丈夫？と実は気にしいの俺様いよいよ登場。ゾルタン・アッカレン、その正体は…って、終わりかい。機動戦士ガンダムナラティブ絶賛公開中、見逃すなよ諸君。年が明けてもロングランヒットしちゃうんだな、これが。これが